えー、ゴルバチョフ初期長というね、えー、名前で親しまれている、えー、ソビエト元大統領がお亡くなりになりました。91歳なら無理もないかなと思いますけども、このゴルバチョフさんっていうのは世界的にも、資本主義経済圏でも結構人気のある方で、ずっとね、閉塞感の漂っていた謎のソビエトっていうところを解放してですね、 グラスノスチーとかね、ペラストロイカーっていう言葉を流行らせました。これはロシア語だと思いますけども、要するに情報公開をして革命を起こしていくっていうことで、それを、ま、いろんな圧力があったにしても解放して、その結果、ああ、ソビエト連邦っていうのがね、なくなったというね、まあ、そういった経緯を図ってるんだと思います。今回のこの件に関していろんな憶測やストーリーが思い浮かぶんじゃないかなと思います。もう私なんてのは中学の時にね、 あの、ソビエトって国がなくなったもんですけども、その前に、あの、ロッキー4っていう、今ね、えー、リメイクが出されてますけども、そこに、このゴルバチョフさんにそっくりな人が出てきてるわけなんですよ。まあ、それがすごく印象深かったのと、あとあの頃は、米ソ冷戦って言われるように、アメリカがソビエトを倒すことを、日本では望んでいた風紀もあるんじゃないかなと思うんですよ。で、それがそのまんま映画の中に投影されていって、 ソビエトの強そうな人がアメリカ人に倒されるのを見て、なんかみんなで涙したみたいなね。え考えてみればすごい、あの、プロパガンダだったのかなと思いますけども、でもプロパガンダといって国に頼まれたわけでもなくって、監督をされていたね、確かあの時もシルベスター・スタローンさんだと思いますけども、スタローンさんがやっぱり強いアメリカをメッセージとして残したかったんじゃないかなと。 あとは、みんな誰でも変われるんだよって、変わっていこうよって、いろんなものを受け入れていこうよってことだったのかもしれません。で、えー、最近ね、ロッキー4のリメイクが出てきた時に、そのイメージはだいぶ変わった感じで描かれていると思いますけども、それも、当時は予想もつかなかったソビエトがないっていう前提をもとにリメイクした部分と、あと、クリードですよね。クリードっていう続編が出てきて、クリード2では、やっぱりこの、お相手のね、 ドラゴンの息子が出てくるっていうところであ、作り直したがいいなっていうので、まあ最高の作品にまた高まったということだと思います。かといって、前作が、あの、サ作だったというわけではなくて、両方ともね、いいなって感じですよね。 両方のロッキーは本物だなっていうね、感じですよね。まあ、宇宙戦艦ヤマトが昔、サラバ宇宙戦艦ヤマトでね、ヤマトがなんか敵に突っ込んでいて終わりました。みんな死にましたっていうストーリーがあったのに、なんか、<laughs> 続演ができちゃったみたいなね、おかしなパラレルワールドみたいな世界ではなくって、今回のロッキー4はどっちもいけるぞみたいなね、そんなロッキー4だったのかなと思います。まあ、考えてみれば、ロッキーっていうストーリーが昔あったことを思い出した誰かが、 あ話してる内容を映画として見ているっていうのをね、えー、体験してるのかなと思いますよね、うん、あともう一つ、えー、憶測を呼ぶのが今そのロシアの、まあ、後継、えー、国家と言われているね、あのー、ソビエトの後継国家ロシアですよねロシアがあのー、元ソビエトの仲間だったウクライナと、まあ、揉めてるというかロシアが一方的にウクライナを攻めてるわけなんですけどもそういったところにゴルバチョフ書記長がまたね 影響力を出していてプーチンをいめるようなところがあったから暗殺されたんだみたいな話も出てきそうですねまあ91歳なら本当に仕方がないのかなってところもありますしやるべきことはやったんじゃないかなと思います本当にねえー、素晴らしい人生だったんじゃないかなと思いますけども詳しくは知らないんですけどもねでもこの笑顔はいつも私たちの目の前に出てくる ゴルバ書記長ですね。